はい、おはようございます。ブラッシュミュージックのウェルカムマンです。この番組は、音楽ビジネス、時事ネタ、最新ニュース、などを用いて皆さんにお届けしていく番組となっております。さあ、今回は早速聞きたいと思いますが、僕が大好きな音楽ストリーミングサービス、Spotify についてですね、改めて、紹介していこうということで、今回はやっていきたいと思います。まあ、最新ニュースも、含まれますが、Spotify のいきさつとか、なぜ僕が Spotify が大好きなのかっていうところの説明をしつつ、話を進めていきたいんですけれども、Spotify 自体はですね、スウェーデンの企業で音楽ストリーミングサービスでございますね。はい、2006年の夏に創業され、2008年10月にサービスを開始しております。1年半で800万人を超える顧客をヨーロッパで獲得し、2011年にはアメリカ進出を果たしました。そしてですね、2013年ですね、日本法人が設立され、2016年の9月29日に日本でのサービスを開始しております。なので、Spotify が始まってからは、実は非常に日本に入ってくるまでには時間がかかりました。これはいろんな理由があるんですが、大きい理由としては、日本の音楽のビジネスモデルは世界とかなり異なり特殊だということ。そして、ローンチするまでにその特殊なビジネスモデルのせいで世界から遅れを取ってしまったというところが、世界との流れの差が生まれております。世界的に見ると、 Apple Music、 Amazon プライム、 Amazon Music ですねに比べると、 Spotify が、世界的なシェアを一番取っていますが、日本では Apple Music の方が有料会員は多いという結論も出ていますので、まだまだ、日本では認知が低いかもしれませんが、音楽好きの人が聞く、そんなイメージも Spotify には強く、最新のミュージックもそうですが、プレイリストの素晴らしさ、アゴリズムですね、アルゴリズムが非常にしっかりしているので、僕が好きな音楽がどんどんスイートスポットに入ってくるというところでも大ファンでございます。そして大好きなもう一つ理由はですね、当時スウェーデン、創業した当時の音楽業界が海賊版や違法音楽データの横行による音楽セールスの撃滅に悩まされていたという事情があり、その問題を解決し、アーティストらに十分な利益を還元することが当初の目的でした。同社は創業から1年半で800万人を超える顧客をヨーロッパで獲得していますが、この4大レコードのレーベル、ソニーミュージック、 EMI、 ワーナーミュージック、ユニバーサルミュージック、そしてインディーズ系で一番大きい団体、デジタルの独立系の、ディストリビューターですね、マーリンネットワーク、これはブラッシュミュージックも入っております。はい、そしてオーチャード、コスモミュージックグループなどと締結を結び、合法的な音楽配信ビジネスを行っております。要はですね、経営理念として海賊版の撲滅を掲げているというところが非常にいいですよね。日本はこれも残念な話なんですけど、違法アプリが、世界で一番、音楽の違法アプリが世界で一番よく使われている国なんですね。残念です。まあ、YouTube で無料で聴け、そして違法アプリで音楽も聴ける、そんな状況なので、アーティストにとっては非常に活動しにくい環境だということです。ここもね、皆さんぜひご理解ください。Spotify がですね、再生されるたびに、30秒、45秒だったかな、30秒以上再生されると、アーティストにもしっかりしたロイヤリティがバックされる状況があり、もちろん CD を買うのに比べると非常にバリューギャップ問題、再生回数の単価は低いものの、アーティストにとってはただでね、音楽を提供することではなく、少なからずロイヤリティは返ってくるという状況も、まだまだバリューギャップ問題とは言われていて、で解決しないといけない問題はありますが、海賊版を撲滅し、少しでもアーティストに利益を還元していくというこの企業理念、は僕は素晴らしいと思います。そういう意味で大ファンです。はい、まあもちろんね、プレイリストがかっこよかったりとか、
アルゴリズムが素晴らしかったりだとか、多方面でね経営をしている戦略とか音楽を愛しているからこそ考えれるその戦略が、非常に僕は心打たれているので常に Spotify は追っかけています。はい、そんな中からね Spotify の内容をちょっともうちょっと掘り下げていくとですね、いろんなそのリサーチ的な情報もありますのでね、この辺もご紹介したいと思います。現在、2019年の9月までの、情報ですが、改めて2億4800万人のアクティブユーザー、楽曲登録者数と楽曲登録数は5000万以上、はい、そしてフリーユーザーが1億3500万人、プレイリストはなんと30億以上もあり、世界で79カ国もの配信をしております。ほぼ全世界ですね、網羅しております。で、楽しみ方は2つのプランがあります。皆さんご存知かと思いますが、フリープラン、これは広告が出たり、してしまいますが、500曲以上全曲聴けます。はい、そして、プレミアムプラン、有料になりますが、月額の、有料プランに入るともちろん5000万曲も聴けるんですが、オフラインでも聴ける、要はダウンロードしておいてオフライン上でも聴けるし、広告が入らなかったりとか高音質設定ができたりとか、まあ、そういうこともできますよということですね。実際、日本の、Spotify を使っているユーザー層なんですが、まず、デバイスは 92% スマートフォンを使われていて、パソコンで聞いている方は 2%、 タブレットも 2%、スマートスピーカーが 4% ですね。僕は基本的にデスクトップとスマートフォンを両立しながら聞いているので 50-50 ぐらいだと思います。皆さんはどうでしょうか。はい、まあ、そんな、ユーザーの動向としては、17歳以下が 13.8%、18歳から24歳が 20.7%、 25歳から34歳が 22%、 そして35歳以上から44歳までが 19.9%、 45歳以上が 23.6% ということで、35歳未満、僕入ってないです残念、がですね 56.5% ということで、若い層の方に、より Spotify は愛されているよっていうデータであります。男女比率はなんと 55% が女性ということで、少し女性の人の方が Spotify を使っている人が多いのかなという印象です。さらにですね、 Spotify はどんなタイミングで聞かれているのっていうデータも出てまして、基本的には通勤通学中、そしてくつろいでいる時が、ほぼほぼ割合を占めているようですね。はい、あとはまあ少しあるのが、入浴中とか、まあ、ゲーム中、SNS 当てる時など出てきておりますが、基本的にはながら通勤通学中とかが、一番の割合を占めますね。音楽を聴きながら何かしてるよっていう時が一番、音楽を楽しんでいる時だという情報です。さあ、ということでですね、ここから僕の感想も入ってきますが、これからは、Spotify がまだまだ伸びてくる、そして、Spotify が音楽好きの、音楽ストリーミングサービスとして、てっぺんをまだまだ独走するんじゃないかなと僕は思っています。そして、毎回僕の方でも、僕のこのラジオでもね、ポッドキャストでもお伝えしてますが、グローバル化が進んで、南米だったりとかアフリカだったりとかアジアのいろんな国の音楽を、これからどん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 吸収していってグローバルになっていく。例えばオンラインゲームとかもそうですよね。中国の方のが来たり、中東の方が来たり、ヨーロッパの人が来たりして、すごくオンラインゲームとかって乱雑にいろんな国の方が、コミュニケーション楽しんだりしたりしますが、ああいう状態が音楽で僕は起きると思っているので、いいなと思った曲が実はなんか、ニュージーランドの全然売れてないシンガーソングライターでしたとか、うわめっちゃかっこいいやんって思ったら、バングラディッシュのロックバンドだったりとか、
そういうことがこれから起きてきそうなので、音楽が中心となり、音楽でグローバル化していく、唯一の、プラットフォームになっていってほしいなという願いと、そう Spotify の場合だったらそうなっていくんだろうなという期待感を持って、ピックアップしております。はい、さあということで、もっとね、深いところまで探っていけるように、情報発信していきたいと思います。あと、これも皆さんにお伝えしておきたいのが一つありますので、僕のこの番組はですね、いわゆる二次情報、もっと言うと三次情報になります。僕個人の発信というよりかは、ニュースをピックアップして解説していくので、二次情報三次情報になっているものが多いです。僕個人の体験談とか、僕が持っている一次情報、僕の経験、僕の感じていることに関してはまた別で、番組、ラジオトークをやっていますので、そちらもぜひチェックしていただき、音楽ビジネスを皆さんと一緒に展開していきながら、より音楽業界を豊かにしてですね、グローバルで戦っていきたいなと思っていますので、ビジネスリンクもぜひお願いします。ということで、ですね、このポッドキャストはですね、YouTube でもアーカイブされてますので、チャンネル登録、そして、ロードトゥグラミーというね、素晴らしい楽曲を紹介する音楽的なものもありますので、そちらもぜひチェックしてください。以上、ブラッシュミュージックのウェルカムマンでした。ありがとうございました。